葉がちぎれて舞い散る黄昏、例えば未来が占える気がするわ。生まれた時からあなたを待ってた、もっと手応えでこの私受け止めて。 This is my heart、もっとあなた深いと中です。はい、それでは中にお邪魔してお話を伺いたいと思います。行ってきます。みかこさん、すいませんけども、収録中すいません。あのですね、お話を聞きたいんですけども。あ、じゃあ帰ります。あ、チャルちゃん久しぶり。久しぶりですね。みかこちゃん、髪の毛を切っちゃって。皆さん、いかがお過ごしですか。ちょっとみかこさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、はい、私たちもこのラジオに一回出させていただいたんですけれども、味覚クラブと言いますけど、はい、あの最初来た時はなんかこうなんか緊張してね、二人とも、あ、なんか可愛いなとか思ってたんだけど、今もいきなりもバーンと過激なこと話す話す。そういう番組なんです。はい、楽しいですね。味覚クラブっていう番組。味覚子さんはあの去年、はい、ミュージカルをやったそうなんですけれども。一応あの大げさな芝居でですね、うん、あのミュージカルっていうと全然ドラマと違うでしょ、うん、だからね、あの私はこうドラマで言うじゃない、うん、私はって大きな声、そう、バンバン。それがすごく印象に残ったセリフを言ってください。そうですね、じゃあ何があったかな、やっぱりあの私はっていうのかな、うん、私たちもミュージカルに挑戦したいと思います。はい、ところで今年の抱負を聞きたいんですけれども、はい、今年の抱負ですか、はい、そうですね、やっぱり新曲が出たので、まあ、ちょっとは今年に向かって、あ、いいなと思ってるわけなんですけれども、そうです、はい、あのやっぱり今年はこのタッチマイハートのいい曲です。すごく。ところでですね、新人の私たちパンプキンなんですけども、はい、アドバイスお願いしたいんです。すごいね、一生懸命だからいいと思った。どうもありがとうございます。これからもその一生懸命さをあのずっと大切にして頑張ってね。はい、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではみかこさんから曲の紹介をしてもらいます。はい、それでは今週の第1位です、タッチマイハート聴いてください。